ダーターはアメリカ海軍の潜水艦。艦名はペルカカに属する小型淡水魚の総称にちなむタング級潜水艦をもとに設計され同型艦はない。その名を持つ艦としては二世紀目。ダーターは1五十四年十一月十日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1956年5月28日に GL ラッセル夫人によって 命名、浸水し、艦長ラルフ・アール・ブレイン少佐の指揮下1956年10月20日に、収益する。ダーターは3名の総打手が航空機型の操縦艦を使用して艦を操縦するなどの多数の革新技術の実験に使用された。ダーターは、大西洋での様々な訓練演習に、母校のロードアイランド州、ニューポート及びサウスカロライナ州チャールストンから参加した。 加えてカナダ、北ヨーロッパでの NATO 演習にも参加した。1985年9月、ダーターは、商船カンザスゲティと衝突し、高校不能となる。ダーターは1989年12月1日に退役し、1990年1月17日に除籍された。ダーターは、標的艦として1992年1月7日に、 真珠湾沖で尊敬ーによって沈められた。ありがとうございます。